はい、ビッグボーイで一番私のおすすめがこのグリルチキンですね。グリルチキンとサラダバーのセットなんですけど、はい、あの880円くらいですね。それで、あのこの 200g あるんですね、このチキンが。結構ね、これだけでも1日のタンパク質量はね、もう十分これで取れちゃいますね。大体自分の体重分くらいね、あのタンパク質を1日取るといいって言われてるので、もうこれで十分です。なのでプロテインなんか飲まなくてもこれで十分足りてますね。肉だけじゃなくサラダバーもつけて野菜もしっかりとってるので、やっぱダイエットをねするときには、あのタンパク質と野菜をしっかり食べて糖質を抜くというと、あの体重がねスルスル落ちていってるような気がしますね。はい、今のところ3キロぐらい減ったので、もうしばらくね、あの炭水化物抜いていこうかなと思ってます。そして今ね、このパインがねすごく美味しくて、食後にねこのパインを山盛り取っちゃうんですけど、これ糖質がね結構あると思うんだけども、まあ、シュークリームとかね食べてるわけじゃないし、このくらいはいいかなと。でデザートとしてねパインは必ず食べてしまいます。甘くてねすごく美味しいです。